皆さんこんにちは、ライフハックアニメーションです。今日の動画では一体どうすれば成功できるのか、一体どうすれば幸せになれるのかという話を心理学、脳科学的な知見から解説していきます。さて、かのハーバード大学では成績、生産性、ユーモア、活力、立ち直る力などの点において平均を上回る要因は一体どこから来るのかという素朴な疑問から、人間の幸福と成功に関して世界最大規模の研究が行われました。その結果分かったことを端的に言うならば、それは人は幸せな気分の時に成功するというシンプルな事実です。この事実は私たちの直感に反します。というのも、私たちの多くは成功の結果として幸せを手にすると思い込まされてこれまで育ってきているからです。しかし本当のところは、幸福の結果として成功が訪れるというように、その順番が逆だったのです。ただ、そんなことを言われたって、今すぐ幸せになるなんて現実感のない話だし、そんな研究は社会の実情を知らない頭でっかちな科学者たちのざれ言に過ぎないんじゃないの？と思ってしまいますよね。そこで今日の動画では、それが単なる机上の空論ではないこと、そしてその恩恵に預かるための具体的で行動に移すことができ、効果も実証済みの方法を解説していきます。この動画を見ることで、悪い習慣を乗り越え、より効率的、生産的に目標に向かって立ち向かい、自らの潜在的な可能性を存分に発揮することができるようになるでしょう。ぜひ最後までお楽しみください。幸福優位性、カッコ、ハピネスアドバンテージとは、人は幸福感を覚えているとき、つまり心のあり方や気分がポジティブで前向きであるときに、頭は最もよく働き、モチベーションも高まり、結果的に物事もうまくいきます。それだけではなく、創造性も高まり、より良いアイデアを思いつくようになり、たとえ失敗したとしても、そこから迅速に立ち直ることができます。このように、幸福であるときに様々なメリットを得られることを、幸福優位性、別名、ハピネスアドバンテージと言います。例えば、楽観的な営業マンは、悲観的な営業マンに比べて、56% も営業成績が良く、試験の前に幸せな気分になった学生は、普通の気分の学生に比べて、はるかに良い成績を取り、さらには人為的に風邪ウイルスを注射されたとしても、幸福度の高い人はそうでない人と比べてウイルスに打ち勝つ確率がはるかに高かったということもわかっています。つまり、幸福であるということが仕事面、健康面、勉強面においてポジティブな効果をもたらすということです。それでは一体、幸福な気分の時、私たちの脳の中では一体何が起きているのでしょうか。このことは脳の拡張形成効果という名前で知られています。私たちはポジティブな感情を抱いているとき、目の前にある選択肢が多いように感じ、思慮深く創造的になり、新しい考えに対してオープンになります。そしてその結果として、将来にわたって有効な知識や社会関係、また肉体的な強靭さを形成していくことができるのです。このことは脳内の化学変化によっても説明が可能です。私たちがポジティブで気分が良くなっている時の脳内では、ドーパミンやセロトニンといった化学物質が分泌され、単に気を良くするだけではなく、脳の学習機能を司る部分の活性を高めます。新しい情報が整理されやすくなり、記憶が長く保たれ、後でそれを素早く取り出せるようになります。神経細胞の連絡が密になり、そのために素早くクリエイティブに考えられるようになります。その結果、複雑な分析や問題解決がうまくでき、新たな方法を見出したり、発明したりすることもできるようになるのです。さらに、それだけではなく、ポジティブ感情はストレスや不安を速やかにする働きがあることも知られています。一方で、ネガティブな感情の時、どうなってしまうのかというと、思考の幅は狭められたものとなり、行動も限られたものになります。その結果として、将来にわたって本来得られたはずの有効の知識が得られなかったり、社会関係が築けない、不健康な生活になりがちといった状態になってしまいます。つまり、ポジティブな感情の時の拡張形成効果とは全く逆で、縮小破壊効果とも呼べる状態になってしまうのです。現代社会に生きる私たちは、成功のために幸せを犠牲にしているつもりで、皮肉なことに成功率を下げてしまっているとも言えるわけです。しかし、幸せになれば成功できるという理屈は分かったけれども、いざ幸せな気持ちになれと言われても、なかなか難しいですよね。理屈で分かっても、そんなの無理、綺麗事に過ぎない、現実感がない、実社会の実情を知らない頭でっかちな科学者のざれ言に過ぎないと思われてしまうでしょう。確かにそのように思われてしまうのは無理もありませんが、努力によって自分の幸福の基準を持続的に向上させ、
少なくとも全体をより高いレベルに持っていくことができるのです。そしてそのための具体的で行動に移すことができ、効果も実証済みの方法がありますので、それらを今から紹介していきます。幸福優位性を発揮する方法。幸福優位性を発揮するとは、自分の気分をポジティブで前向きなものにし、結果としてこの動画でこれまで述べてきたようなメリットを享受するということです。その方法として、科学的にも効果が実証されているおすすめの方法を3つこれからご紹介していきます。それは1、脳をポジティブな状態に訓練すること。2、立ち直る力を高めること。3、コントロール感覚を養うこと。それでは一つ一つ解説していきます。1、脳をポジティブな状態に訓練すること。まず一つ目は、脳を再訓練して日々の生活の中にポジティブな面を自然と見つけられるようにするということです。たとえどんなに今ネガティブ思考な人であったとしても、訓練することによってポジティブな面を見つけやすい脳へと変化させることができるということが知られています。その訓練方法というのは、ポジティブなことに注目するように反復練習するということです。そのためにおすすめな方法は、毎日仕事や生活の中に起きた良いことをメモ帳などにリストアップしていくという方法です。例えば今日起こった3つの良いことを書き出そうとすると、脳は1日の出来事を振り返り、ポジティブだと思えることを探し始めます。ある研究によると、1日にたったの5分間これを毎日するだけで、脳の配線が大きく切り替わるということが知られており、さらには1週間続けるだけで、1ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後の追跡調査でも、それをしなかった人たちよりも幸福度が継続的に高かったということが知られています。つまり、身の回りの良いことをスキャンするのが上手になるにつれて、特に努力しなくてもどこを見ても良いことが見出せるようになるのです。2、立ち直る力を高めること。幸福優位性を発揮するための2つ目の方法は、立ち直る力を高めるということです。この立ち直る力というのは、最近ではレジリエンスという言葉で説明されることも多くなっています。挫折やストレスや混乱の最中でも、人の脳はそれに対処するための道を考え出す能力を持っていますが、失敗や苦難から立ち直るだけではなく、その経験があったからこそと思えるようになることは、幸福優位性を発揮するのに役立ちます。実際に挫折を成長の機会と捉えられる人が、実際にその成長を実現できるということを多くの研究結果が示しています。そのためには、現状維持でも挫折でもない第三の道、すなわち失敗や挫折から始まって、より強く、より成長する道というものが常にあるということを心に念じておくというのです。自分に何が起こったかによって自分を定義するのではなく、そこから何を得たかによって自分を定義するということを習慣づけるようにしましょう。このように立ち直る力というのが自分にあると思うように常日頃からしておくことで、どんなことにもポジティブで前向きな側面を見出すことができ、そのことが幸福優位性を発揮することにつながるのです。ちなみにレジリエンスについては、こちらの動画でも詳しく解説をしておりますので、ぜひ合わせてご視聴ください。3、コントロール感覚を養うこと。そして幸福優位性を発揮する3つ目の方法は、コントロール感覚を養うということです。自分が自分の運命の主人であるという感覚は、内的統制感と言われますが、この感覚があることは幸せと成功をもたらす最も大きな推進力となります。しかし、人は大きなストレスに圧倒されたり、何もかも一緒にやろうとするとコントロール感覚を失い、感情によって理性が乗っ取られてしまうということが起きます。そのため、まず小さな達成しやすい目標に努力を集中させ、仕事を達成するための不可欠なコントロール感覚を取り戻すことが先決です。コントロール感覚を養うことにおいて、まず取り組むべきことは、すぐに達成できそうだと思える小さなことを一つ特定し、そこにまず自分の力を集中させることです。そして、その努力が意図した通りの効果を上げているということを確認します。そこから徐々に徐々にコントロール可能な範囲というものを増やしていくようにすると良いのです。そのためにも、まずは自分がコントロール可能な最小限の範囲というものを見定め、徐々にで良いので、自分のコントロールの範囲を広げていくということを考えてみましょう。以上、いかがでしたか？今日の動画では、幸せであることが成功することよりも先行するということについて解説してきました。ざっくり言ってしまえば、ポジティブで前向きに行こうということになってしまいますが、そうなると今度は逆に、ポジティブにならないといけない、ポジティブにならないと幸せになれないというように、自分で自分を焦らすような事態にもなりかねません。そうなると、もはや本末転倒です。もしあなたがポジティブであることに抵抗を感じるのでしたら、別に無理にポジティブであったり、幸せを感じようならと思わなくても構いません。
今日の動画で解説した内容を頭の片隅にでも置いておき、気楽が一番、あまり深刻にならないようにしようといったような心持ちで日々を過ごすようにしてみましょう。この動画の内容が何か一つでもあなたのお役に立てておりましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。